皆さんこんにちは。ケンタゲームズへようこそ。目白台小学校3年2組ケンタです。今日は僕の考えた最強のパーティーで既婚者の接待者に挑んでいきたいと思います。ちなみに既婚者の接待者は全属性必須だよ。はい、こちらがパーティーになります。全属性必須だからそれぞれの属性から強いモンスターをよりすぐりにしてきました。既属性はナウチラス、非属性がスパイダーマン、水属性が雨、なんとか丸、光属性は覇王丸、闇属性がミル、リーダーはノージラスです。よろしくお願いします。じゃあ早速挑戦する。はい、1ターン目は1回はね、相手がカーバンクルしか出てこないので余裕でね、蹴散らしていきたいと思います。やっぱり弱そうですね、こいつら。はい、じゃあ最初は覇王丸のスキルを使ってエンハンスをかけていきたいと思います。これでも暗いなということで、無効貫通を組みます。無効貫通を組んで、よし、これで、あー、負けちゃった。はい、この丸、なんとか丸を強化して、あと闇のミルが弱かったのでエリカに変えてきました。これならね、絶対勝てると思うのでやっていきたいと思います。今日ね、給食で揚げパンが出たんだ。揚げパン美味しかったな。よし、1ターン目でノーチラスが変身できるから変身していくよ。はい、変身。よし、これでデルテを使います。デルテを使って木ドロップを増やして、あとは木の列を組むよ。これで回復を組んで火と闇を組むよ。お、9コンボ、いけ。あんまり削れないな。だけど防御で耐えます。これは強いですね。よっしゃ、今度はこのなんとか丸を使って変身。よーし、でもう一回ベルテ使うよ。これで木の列を組んで、あ、このバレリアも使います。バレリア使って、よーし、バインドが取れたね。じゃあこれで列組むよ。あとはコンボだね。お、いいんじゃないかな。結構うまいね。よーし、いけ。おお、強い。いいね、いいね、一体倒したよ。やっぱりノーチラスは強いね。うん、いいぞ。よーし、じゃあ、あ、間違えた。変なの使っちゃった。まあいいや、じゃあ、気取り直して、エリカ使います。よし、これでノーチラスが変身できるね。じゃあ、ノーチラス変身。よし、これで、あとはまた列を組むよ。よし、これでね、カーバンクル倒せるね。やっと。いけ。いいぞ。いけー。あー、2体残っちゃった。まあ、だけどね、ここで倒せば問題ないよ。よーし、もう一回列組みます。ほい、どうだ。いけいけ。でもね、この次でもう一回倒します。じゃあノーチラス、いけ、ノーチラス。よし、これでこうだね。こうやってこうか。どうだ。これで7コンボだから
倒したんじゃないかな。え、なんで？なんで僕の脳地です弱いの。YouTube で見た動画だとノーチラスで飼ってたのに。はい、ってことで負けちゃいましたが、気候上の絶対じゃ絶対勝つぞってことで、じゃあ今日はこの辺でバイバイしたいと思います。せーの、バイバーイ。